くだらねえ神様なんか拝んでる暇があったら自分の中にいるこの神様を使った方がいいよ。で、一人残らずそれが入ってるの。とんでもないものがあるんだよ。感謝してます。こんにちは、バルカンアプリです。この世の中において、すべての人が幸せになることができます。信じられないかもしれませんが、それが事実です。それなのに幸せでない人がいるのは、あることを知らないからです。必ず成功して幸せになれる方法とは、自分の脳を正しく使いこなすということ。脳を正しく使うことができれば、すべてがうまくいきます。体調は良くなって、仕事も人間関係も想像をはるかに超える素晴らしいものになるのです。脳を使いこなすことは誰にでもできますが、努力とコツが必要です。ですがこれができれば人生は思いのまま、今の自分が思い描ける以上の未来がやってくるでしょう。今回は絶対に成功者になる脳の使い方をひとりさんが教えてくれます。しっかり最後まで聞いて、このテクニックを自分のものにしてください。そうすればあなたの人生は必ず素晴らしいものになります。病気の話、潜在意識の話です。あのね、人間の体の中にね、元気という気がある。で、元気が弱まってきちゃうと、弱い気、弱気になると病気になる。で、強い気が流れてる人は元気なの。で、強い気が流れればいいんだって話なんだよね。で、昔ね、病は気からって言うんだけど、俺も何回も医者が死んじゃうよって言っても死なないんだよ。で、なんで死なないんですかって言うと、強気になっちゃうと生き返っちゃう。強気になるといいんだよっていう話ね。で、よく病は気からって言うよね。で、ああ、病は気からって話かって言うけど、その通りなの。病は気からって話なの。ただ、ひとりさんがするんだから、普通の話とちょっとだけ違うんだよね。あのね、昔、胃潰瘍がむちゃくちゃ多かった。すっごい胃潰瘍がいっぱいいた。今、すごい減ってるの。胃潰瘍どこ行ったんだって話なんだよね。ところが、胃潰瘍がなんで減ったかっていうと、胃潰瘍は神経のせいだって分かっちゃった。要するに、なんていうのかな。ストレスで胃潰瘍になるってことが分かったの。と、胃潰瘍の代わりに腰痛が増えた。分かるかな？腰痛の人がすごく多いんだよ、今。腰が痛い。で、腰は、レントゲンで撮ると、椎間板が飛び出してるとか、骨が歪になってるとか、原因があるんだよね。だから原因があるから、ストレスじゃないと思うよね。だけど、ちょっとだけおかしい話があるんだよね。骨に異常があるんだったら、今日は調子がいいんですっておかしいんだよね。だって骨ずっと曲がってるよね。今日は調子がいいっておかしいよね。そしたら、アメリカでデータを取って、痛くない人を調べたら同じぐらい曲がってるの、確率で。ってことは腰の痛いのと、ね、骨の変形ってそんなに関係性がねえんだってことが分かってきた。で、これどういうことなんですかっていうと、骨が痛いんじゃないの。もちろんその骨治すカルシウムがいるよとかコラーゲンがいるよって当然なんだよ。取っても治んない人がいるんだよ。治る人と治んない人がいるんだ。これ何ですかって言った時、人間っていうのは今思ってる潜在意識、例えば氷水の中上入れると上の方に浮いてるのが潜在意識だとすると下に潜在意識っていうのがある。例えば子供の時に親に怒られたとか、ね、自分は悪くないのに人に何か言われたとかっていうと、その、怒りがあるんだよ。怒りというものを出しちゃいけないように育てられてるから、抑えつけちゃうんだよ。
と押さえつけた怒りはどうなるんですかって言うと時々出てくるんだよ、地震みたく。で、怒りが出てくると脳はその怒りを抑えなきゃならなくなってくる。そうすると痛みという形で出すっていうことが分かってきたんだよ。だから脳がストレスに、だから脳は自分を守るために痛みを出すってことが分かってきたんだよ。だからもし腰が痛いときに自分は腰は何ともないんだって、これは脳がやってるいたずらなんだって、で俺は脳がやってるって知ってるぞって、お前意外にやめろよって言うと大体良くなってくるんだよ。早い人は1日か2日、遅い人でも大体3ヶ月で治っちゃう。ところが脳は俺が3ヶ月って言ったのを聞いてるんだよ。こいつは4ヶ月痛くすりゃやめるなと思うんだよ。で、腰の痛いのが治ってくると今度膝が痛くなる。脳はストレスを痛みによって発散しようって言うんだよ。だから、花粉が飛んでるって、花粉でひどくなるんじゃないんだよ。花粉でストレスを紛らわすんだよ。だからいろんなところに病気が出る。だから昔病は気からって言ってたのが、だん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 証明されるようになってきたね。だから病が気からなるんじゃないんだよ。簡単に言うと、マイナス的思考が出てくると、脳はそれを紛らわせるためにアトピーを出したり、だからカーッと痒くなってくるとか、子供の喘息にして出すんだよ。だからよくうちの飲んで腰の痛いの治っちゃったとかってしてるんだよ。あれ腰の痛くな、治るの何も入ってないんだよ。で、なんで治っちゃうんですかって言うと、ストレスに強くなっちゃうんだよ。わかるかな？そうするとストレスが、に弱いとストレスを紛らわせるために痛みを出すから、ストレスに強くなっちゃうと、痛みを出す必要がなくなっちゃうってことなんだよ。だから自分がどこが悪くてもいいんだよ。だから喘息になっちゃってる人、でちっちゃい時小児喘息があってとかっていうと、親に怒られてなんかちゃんと出てくるんだよ。人間の体って、あ、疲れちゃって明日会社行きたくねえなとか学校行きたくないって言うとちゃんと熱出るんだよ。そういうふうに、そういう仕組みがあるんだよ。そう、これは実は脳がやってるんだよ。だから病気を味方にしちゃうと一生病気しちゃうんだよ。その病気からでストレスを紛らわそう。わかるかな？嫌なことがあって紛らわそうという働きがあるんだよ。俺たちは主役は何ですかって言った時、神がという魂なんだよ。で、脳は道具なんだよ。わかるかな？ところがこの脳は怠け者なんだよ。何かつと病気作ったり怠けようとしたりするんだよ。だから人間っていうのは脳を道具として使いこなせるかどうか、脳の仕組みを知ってないと脳にやられちゃうんだよ。病気作り出したり、だから病気作ってもいいけど、お前いい加減にやめろよって、俺とっくに見抜いてっからなって。で、これをやらないと脳は言うこと聞かないんだよ。だから中には手が痺れてとかって全然原因がないんだよ。原因がなくても痺れてとかって言うんだよ。そうすると脳はストレスが出てくると自律神経で血管を締めるんだよ。その場所だけ血液がいかなくなるんだよ。酸欠状態を起こすと痛みを出すっていう簡単な仕組みなんだよ。だから腰で、腰は分かってっからなって言うと今度膝に逃げるんだよ。あっちこっち移動するんだよ。で、どこへ逃げても逃がさないの。天風さんが強気になんなくちゃいけないって、強気という気があるんだよ。で、弱気になるとストレスに負けるんだ。で、ストレス、じゃあストレスがなきゃいいんですよってけど、ストレスのない世の中なんかないんだよ。あのね、潜水艦を海に沈めると、原子力潜水艦だったらあんまり深く沈むと潰れちゃうんだよ、あれ。圧があるんだよ。どのぐらいの圧に耐えられるかって、その、なんていうか、周りを売ってる鉄とかあれによって違うんだよ。深海なんて本当に沈められるやつって一人ぐらいしか乗れなくて、ほとんど防御されているんだ。と、
ちっちゃい子で優しく、家でも優しく育てるとどうなるかっていうと、幼稚園に行くと圧が違うんだよ。要するに、ストレスという圧がかかるんだよ。その圧に負けちゃって幼稚園行けない子とか、幼稚園までは大丈夫だったけど、小学校行けない子とか、あとは大学までは行けるんだよ。で、大学ってお客さんだからね、あれね。金払って行ってんだから。ところが大学で卒業して、社会人になると、ね、もっと仕事取ってこいとはこのバカ野郎とか言われるわけよ。だから体育会系は意外と強いんだよ。のべつ幕出し怒られてるから、圧に慣れちゃってんだよ。ね、ところが普通はそういう優しく育った子はそういうのができないと、その圧に負けちゃうんだよ。で、一番いいのは自分が圧を上げればいいんだよ、本当は。あの、深海の中行くとカニとかエビがいっぱいいるんだよ。で、エビやなんかって中水みたいなんだよ。で、ビニール袋のに水入れて海底に沈めると絶対潰れないんだよ。中の圧と外の圧は同じだから。要するにお互い水だから。で、カニだってエビだってみんな水みたいなんだよ、あの、剥くと。だから圧を上げなきゃなんねんだよ。わかるかな、言ってる意味が。で、なんていうのかな。会社行っても主任になったり課長になったりすると、圧がかかってくるんだよ。その圧に耐えるだけ人間って強くなっていかないといけないんだよ。だから出世するのには三つのことがいるって言うんだよ。運とドンとコンって言うんだよね。運はわかるよ。運が良くなきゃどうしようもないからな。ね。あの最後に根気がいるってのもわかんだよ。ドンでなきゃいけないって。ドンって何ですかって、鈍感じゃなきゃダメだって言うんだよ。で、なんで鈍感が必要なんですかって言うと、鈍感じゃないと、ね、例えば、秀吉が天下取るって言ったって、突撃って言っただけで、ね、人が2000人も死んだりするんだよね。何かやるって言ったって、上に立てば立つほど、大変な状態が出てくるんだよ。だからって、いやみんなが飢え死にしてっから僕もご飯食えないなんて言ったら、殿様やってられないんだよ。あの、真の始皇帝じゃないけど、嫁が来ない人がいてどうしようとか考えてないんで、自分のとこだけ3000人ぐらいいい女集めるぐらいの神経じゃないと、王様ってやれないんだよ。みんなと同じ神経でやってたら神経おかしくなっちゃうんだよ。上に行けば行くほどいろんな重圧がかかるんだっていうことな。それに耐えられないといけないんだよ。で、無神経になれって話をしてんじゃないんだよ。人っていうのは社長になれば社長としての重圧がかかるんだよ。ね。で、俺なんかも下の方からどん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 こうやっておかげさまで順調に上に上がってくと圧が変わるんだよ。ね。そう、昔は俺がなんだろう。ひとりさんは雲の上の人だからって言われると、俺雲の上なんか上がった覚えないし、みんなと同じように生活してるって言うんだよね。ところがそうじゃねえんだよ。今度の地震が来ても、ね。東北の方にうちの会社っていっぱいあるんだよ。全国で何千人とか、身内合わせると何万っていう人がうちのもんで食ってたりすると、雲の上からって言うと上から見ない限り見えないんだよ。だから今こっちの方で東北の方で大変な人もいるんだよ。だけど九州ではパーティーやってんだよ。どうしたらいいでしょうって言うから、パーティーはパーティーでやりな。なぜかというと、元気なとこまで打ちしがれたら日本の経済はどうしようもなくなっちゃうんだよ。ね。あの、関西から向こうは無傷なんだよ。その無傷な人は普通の生活してください。普通じゃダメなんだよ。倍働いて倍金使わないと、日本の経済は回らないっていう計算になっちゃうんだよ。わかるかな？だから向こうは元気にしなとか、そう、指示出さなきゃなんないんだよ。俺の場合だよ。わかるかい？だって日本全部見てたら、東北ばっかり見てるわけいかないんだよ。だって、資金がかかるんだから、血回さなきゃなんないじゃん。そうすると重圧がおのずからかかってくるから、自分の立場を考えて、少しずつ鈍くなっていかないと、持たないよ。なぜか、なぜ、どんでなきゃいけないかというと、病気になって死んじゃうんだよ。耐性する前に病気になっちゃうよって。だからお姉さんがいろんなとこ痛くなってきたら、本当はここに痛い頃、これは栄養取ればいいんだよ。だから、むち打ちで2年も3年もおかしいんですって、おかしいんだよ。骨折ったって3ヶ月で治るんだよ。ところが、むち打ちに逃げればいいんだよ、その人は。また具合悪くてさって言うといいから、ストレスが来るとそこへ行くようになってんだ。目下の人とすれ合いを起こすとね。いや、腰痛くなる。
目上の人とあれするとね、親が嫌いとか上司が嫌いとか頭痛くなる。それも原因はないんだよ。要はその思うものによって血液のいかなくなる場所があるんだよ。じゃあそれを研究しましょう。そんなのどうでもいいんだよ、俺に言わせると。要はやめろって命令すればいいんだよ。でね、氷で言ったけど、この潜在意識、この潜在意識には前世の記憶まで入ってんだよ。何なんですかって言ったってわからないんだよ。何がこのストレスが原因ですかって言うと、前世のことまで調べないかなんだよ。で調べようが何しようがやることは同じなんだ。やめろって言えばいいんだよ、脳に。で、もうちょっと話進めてね。いいかい？人間ってね、潜在意識で生きてるようだけど、膨大なる潜在意識があるんだ。これを変えちゃえばいいんだよ。要するに、過去の記憶で姉さんの考えを出てるんだよ。今の考えは過去の記憶からの、過去の経験の積み重ねで今があるんだよ。いいかい？そうね、出世できなくて金持てなくて女に持てないとかってあるとするじゃん。いいか、そんな、わかりやすいところで言うと、まあ、彼氏がいないとするよな。いいか、その時にな、彼氏がいなかろうが仕事がうまくいかなかろうが、潜在意識におかしいって入れちゃえばいいんだよ。おかしいんだって。だから、姉さんは、ね、俺に比べて全然金持ってねえんだよ。いや、おかしいんだよ。だって同じ血が流れてて、同じ兄弟なんだよな。で、俺より先に生まれてんだから、俺より金持ってたっていいんだよ。と先に生まれたんでしょ？それがないんだよ。で、なぜないんですかって言った時、ないことを不思議だと思わないんだよ。俺ね、これね、なんつうのかな。潜在意識ってね、変わっちゃうととんでもないことができる。私たちみたいに可愛いのに彼氏がいないのはおかしいんだと思っちゃうけど。ところが、おかしいと思わない人ってのはおかしいと思わないような人と付き合ってんだよ。例えばなんていうの、あ、お姉さんがクラス会やろうとするじゃん。ね？で、クラス会やろうとした時、じゃあ1万5千円でどこかのホテルでやろうって言った時、1万5千円出すのが大変よって言うと大変だような気がするんだよ。だけど、この歳になって1万5千円持ってないのはおかしいんだっていう考えになった方が正当なんだよ。そうすると脳はおかしいんだってことになると変えようとするんだよ。例えば、うちの仕事してて、うちのものを仕事してるってことは、同じものも同じ値段で売ってんだよ。と、月に500万円売る人と5万円しか売れない人がいるんだよ。わかるかな？そうすると、同じものを売ってて5万円と500万円はおかしいんだ。これ私は、自分が5万円しか売れなかった時、私は絶対おかしいんだと思うと、自分のおかしいとこが見えてくるんだよ。そうすると500万売ってる人はこことここが違う。あ、ここは変えようってことなんだよ。ところが人っていうのは5万円しか売らない人ってのは5万円の人と必ず付き合うんだよ。で、おかしいと思ってないんだよ。おかしいと思っちゃえばいいんだよ。で、思うと脳は勝手に思い出すんだよ。俺ね、うちの奥さんにね、俺が20いくつの時だよ。あんた25か23で家持ってないのおかしいよねって言うんだよ。俺おかしいと思わなかった。俺の友達誰も持ってないから。で、あんたさ、いい歳で家の一軒も持ってないとおかしくないって言うんだよ。うちの奥さんって金持ちなんだよ。ここが違うんだと思った。向こうは当然あるのが当然だと思ってんだよね。こっちはないやのが当然だと思ってんだよ。で、うちの奥さんのお父さんに会ったら、斉藤君若い時はね、あの、年寄りの人とか、ほら、事業で成功してる社長たちいっぱいいるから、そういう人とお付き合いして、はいはいって言ってお話を聞かせていただいたら、若い時はお勘定だけ払ってればいいんですって言うんだよ。パッと言ってお勘定だけ払いなさいって言うんだよ。金がないとか思ってないんだよ。金があるのが当然だと思って。ここが違うんだよ。これ考えてることのここが違うんだ。で、俺はその時から俺がおかしいんだと思った。この人たちおかしなこと言ってるって言ったらダメなんだよ。成功者が言ってることが正しいんだよ。それからじーっとこうやって見てたら、俺の方がおかしいんだよ。
とね、いろんな成功者と成功してない人間と見てると違いがあるんだよ。で、それを正しい方向に持ってく方法がおかしいんだと思えばいいんだよ。で、姉さんだって斎藤一人の姉で金持ってないなんておかしいと思っちゃうんだよ。そう、潜在意識ってね、とんでもないもの、牽引の法則ってのがあるんだよ。引っ張ってくるんだよ。今縁がなかろうが。ね。でね、物っていうのは、私たち兄弟はね、こんなに可愛い上にちっちゃい時からこんだけ苦労してんだから、普通の人と同じぐらいの幸せじゃおかしいんだって。そうやって、そう思わないと、今の現状が続くような男が出てくんだよ。ところが、これおかしいぞってなると、違うものを呼び寄せてくるんだよ。で、この世の中で変えられるのは自分だけなんだよ。で、なぜ自分が変わらないんですかって言うと、おかしいぞ。で、この前実は、この腰の話してた時に、花江ちゃんが腰が痛い、腰が痛い、ずーっと腰が悪かったの。で、筋肉が足んねえんじゃねえか、いろんな、だけど、俺より運動してんだよ。で、健康食品も飲んでんだよ。で、健康食品も飲んでて運動してるのが腰が痛いのは、これおかしいんだよ。絶対何かがおかしいんだ。うまくいかないときは自分が何かおかしいんだよ。それで、じゃあ運動やった、食べ物もやった、それ以外に何かがあるんだよ。あのね、よく、理屈通りにやってもうまくいかないってこと。理屈通りにやってうまくいかない。理屈が必ず間違ってる。理論が正しいものは現実にも絶対正しいんだよ。だから現実にうまくいかないのは必ず何か間違いがあるんだよ。で、ここのとこ最大の間違いが分かったんだよ。それは脳という、体というのはお姉さんを守るものにあると思ってたんだよ。そしたら脳は違うんだよ。自分を守るために痛みを出すことが分かったんだよ。だから、この道具をうまく使いこなさないと偉いことになるんだよ。その代わり、自分の脳とか潜在意識を自分の思いのままに使えるようになってくると、とんでもないことが起きるんだよ。要するに脳はごまかして怠けようとするんだよ。おかしいって言う、始めれん。おかしいって。俺が一番最初、俺16の時は商売してんだよ。その俺が金持ってないのおかしいって。確かにそうなんだよ。だってプロなんだもん。ね、相撲取りだってボクサーだってプロだよ。プロがその辺で乗されてたらおかしいじゃん。それと同じで、ね、アキンドの俺が、アキンドってお金儲けのプロだよ。そのプロの俺が、ね、いいな、サラリーマンとしてボーナスもらえてって言ったらおかしいんだよ。で、おかしいんだって自分で気がつかないと、絶対に無理なんだよ。で、うちの仕事やってる人なんかに、あんたらお金持ってないのおかしいと思いなって。思わないと永久に持てないんだよ。持てないような状態を持ってくるんだよ。で、人間の体ってのは殻だっていう、殻っていう意味なんで、胃が痛いのとの胃がここにあるのが分かっちゃうってこと自体がおかしいんだよ。腰を意識するってのは腰が痛いからなんだよ。本当は健康な状態になってくると殻なんだよ。だから重さをすら感じないんだよ。殻の体が重いとかってのはおかしいんだよ。怠けようとしてるものがあるんだよ。脳は何かにつけて怠けようとするんだよ。これを怠けさせちゃいけないんだよ。おかしくないと思わせようとするんだよ。わかるかな？周りにもそういう人置くとか、ね、こんなもんでいいんじゃないのとか、ね、人生諦めちゃうみたいな、そういう、なんつうのかな。頑張らない方がいいようなことを言うんだよ。ところがそうではないんだよ。で、頑張ってる方が実は楽しいんだよ。高校野球でもなんでも頑張ってっから応援が出るんだよ。頑張んないで応援なんか出ないんだよ。ね。斎藤一人という人間も頑張るんだよ。黙々と今だってタタタとか喋ってんだよな。わかるかい？俺教えたいんだよ。だって俺のお弟子さんは成功したんだもん。ね。しげちゃんだって、おかちゃんだって、寺田の社長だって、俺の言った通りやったら成功したんだよ。で、なんでこんなことができるんですかって。脳と潜在意識を使うと、起きる現状が違ってくるんだよ。いいか。あのな、
強運って今本書いてんだけど、俺は大強運なんだよ。強いんだよ、運が。で、どういうふうにしたらそうなるんですかって言ったら、強運とは、自分の手が届くとこ、足の届くとこ以外のことを考えちゃいけないんだよ。だ松下幸之助さんが、ね、自転車から、自転車屋の前はね、しばちゅうって言ってたんだよ。入ると同時に潰れちゃったから自転車屋になったんで、紹介されて。で、自転車屋やってた時は、あれでね、人間こうやって見るとね、自分の手が届くところに必ず出世の機会みたいのがあるんだよ。それをいっぺんに上に行こうとすっから転んじゃうんだよ。で、そういうことは絶対しちゃいけないんだよ。自分のできることだけやるんだよ。で、上に向かう努力をしてれば、正当なる努力をしてると誰でも行っちゃうんだよ。だから知らないと世界の松下まですごいですねっていうこと、すごかねえんだよ。あれ、一個ずつ富士山と同じで一歩ずつ味出してる行っちゃうようになってんだよ。ね？本当にそういうもんなの。姉さんも俺の言う通りこうやってやったんだよ。で、丸勘も起きなって、今度健康食品起きなって。だって健康の人来るからって。好きな人が勝手に買っていくの。そうするともう一個姉さん上行っちゃうの。で、それをしばらくやってるとまた何かやるものが出てくるの。必ず神様ってのは一個上に何か出るんだよ。だから横の努力しちゃいけないんだよ。上に上がる努力すればいいんだよ。どこでもそれはあるんだよ。手がかり足がかりになるものが必ず出てくるの。で、手がかり足がかりになるものをやっていけばいいから難しくなんかないんだよ。これをいきなりそこへ行きたいんですとかって言うから無茶があるんだよ。で、飛行機みたいに乗れば高いとこ行けるよって。飛行機だって、ね、わずか何年前にだよ。考えられて一番最初プロペラくっつけて、ね、やっと飛ばしたのがだん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 進化してきて今になってんだよ。いきなり今の飛行機ができたわけじゃないんだよ。だから俺たちも一個ずつやっていけばいいんだよ。で、その一個ずつやるときに、この手がかり、足がかり、これが自分がおかしいと思わないと出てきもしないし、出てきても登りもしないんだよ。で、これでいいと思いなさいって思わされてるけど、これでいいくはないんだよ。人間っていうのは進歩向上するものなの。で、神様に俺たちはもっと素敵になって世の中、天国に帰るって約束のもとに俺たち出てきてんだよ。だからもっと素敵にならなきゃダメなんだよ。ね？もっと優しくって、もっとお金持ちで、もっと笑顔が良くて、もうどんどんそれを言って、いっぺんに行くんじゃないんだよ。少しずつ少しずつ登っていけばいいんだよ。で、その登っていくときに脳を自分の味方にするか、これを敵に回すかって全然違うんだよ。脳って時々光ってやんないとダメなんだよ。で、お姉さんも足が悪いんだよ。で、お姉さんはこういう理由で、こういう理由で、こうやって悪いって、そうじゃねえんだよ。旦那がわがままだったんだ。それのストレスを我慢したから下へ来たの。本当だよ。だって今ね、だんだん年とともに悪くなるならおかしいけど、旦那いなくなって俺の仕事するようなら年とともに治ってきたんだよ。おかしいよね。本当にそうなんだよ。歩けなかったんだからね。それが今歩いてる。昨日なんかね、さあ、俺と一緒に散歩して、昨日だけ音で忘れちゃったけど。ね、おかしいでしょって。ね、と山坂越えて散歩ができるとおかしいよな。廊下ですんだったら今のが悪いよな。そうじゃないだろうって。ね、まあ今の潜在意識の話って分かりづらいかも分かんないけど、人間っていうのは、過去の記憶なんだよ。松下幸之助が、松下幸之助って親父の代まで大金持ちだったんだよ。おばあちゃんにあそこからあそこまでうちだったんだよとかって言われてるから貧乏に勢いがねえんだよ。だからお前も松下家を起こすんだよって言われて育ってんだよ。ところが貧乏がずっと続いちゃうと貧乏に勢いがついちゃうんだよ。急に曲がれねえんだよ。だって会話がうちはお金がねえからダメなんだとか、二言目にはそうなんだよ。で、松下幸之助ってね、自分が偉くなったのは三つの理由しか考えられない。一つは学校に行ってないこと。ね？一つは病気だったこと。
あともう一個なんだから。あ、そうそう、学校行ってないことが一番で、一つが貧乏だったことだ。そうだそう。家が貧乏だったこと、学校行ってないこと、それから病気だったこと。これが俺を偉くしたとしか思えないって言うんだよ。で、自分は学校行ってないから一生懸命本読んで勉強したんだ。ね。で、家が貧しいから金持ちになろうとしたんだ。ね。それから体が弱いから人を育てなきゃいけないと思ったんだ。だからこれしか考えられないって言うんだよね。普通の人っていうのは、学校行ってないからダメだ。体が弱いからダメだ。ね。あともう一個なんだっけ忘れちゃった。そう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 。貧乏だからダメだって言うんだよ。で嘘なんだよ。だって世界の偉人伝っていうのを見ると大概みんな貧乏人なんだ。家が大金持ちでさらになりましたとかって出てこないの。林間でもなんでそうなんだよ。だからあれ嘘なんだよ。ね、だから貧乏って要するにハンデが多いということは神がハンデをくれるぐらい自分はすごいんだ。だから脳と心に働けって言えばいいんだよ。俺の講演ってね、日本中で聞きたがってね。その講演をこうやってタダでこんだけ聞けたって得なんだよみんな。ね？だから俺の話を聞いて成功しないとおかしいんだよ。おかしいよ。で、おかしいって今日得したんじゃないんだよ。俺はひとりさんから直接話を聞いたのに、これを活かせられないのはおかしいんだって言えば、活かす機会が必ず出てくるんだよ。それを、ああ、得した得したって言うと終わっちゃうんだよ。だけど、せっかくこの聞いた話を自分は活かせないのはおかしいんだってなった時、聞きたがるやつも出てくるんだよ。牽引の法則ってのはそれ、脳は引きずってくるんだよ、そういう状態を。わかりますか？ね。だから脳にこれおかしいぞって、貧乏してたらおかしい。だから学校行ってないからダメなんだったと同時に脳は楽なんだよ。ところが、16の時から社会へ出てて仕事がうまくいかないのはおかしいって言うと、おかしいんじゃしょうがねえな、やるかってことになるんだよ。わかる？は？だから、大学行ってるやつは大学まで行ってておかしいってやればいいんだよ。大学まで行ってて出世しないのはおかしい。それを周りから見て、似たり寄ったりのとこ見て、ああ、ここら辺でいいかって言うからおかしいんだよ。で、この脳と潜在意識は、いいか、1万円を作り出すのも、100万を作り出すのも同じ労力なんだよ。脳にとっては同じなんだよ。この地球っていうのはとんでもない星なんだよ。あのね、アフリカとかね、ブラジルだとかのジャングルの中で腐って誰も食わずに落っこって、行く果物だけでも地球が養える。それぐらい豊かな星なんだ。この地球はね、土の蔵って言って地蔵様ったんだろ、うん。俺たちがここに生まれると同時に、石油からね、石炭からね、原子力発電のウラニウムまで、ほじくり返すと出てくるようになってんだよ。俺たちは土の蔵の上に住んでんだよ。ね。で、地上にはね、太陽が降り注いでんだよ。すごい星なんだよ。で、アフリカの方で貧しいんですって。戦車なんか買わないで、ブルドーザー買って畑耕したらいいんだよ、本当に。この国は、この星はすごい星なんだよ。ね。で、この星もすごいけど、俺たちの脳と心はものすごいんだよ、本当は。使い方間違ってんだよ。これ宗教批判するわけじゃないけど、くだらねえ神様なんか拝んでる暇があったら自分の中にいる、この神様を使った方がいいよ。で、一人残らずそれが入ってるの。とんでもないものがあるんだよ。で、ひとりさんとよその人と何が違うんですかって言うと、俺はそのことを知ってたの。だから俺が言ってる、俺は中学でだから得なんだっていう、その得なんだって考えが成功したんですよ。その考えのどこが成功したの？何が成功したの？自分の心と脳に言って聞かしてんだよ。そうすると得な現象を呼び起こすんだよ。
ね。だけど大学行ってないとか学校行ってないとバカにされるんだと思ってる人は、それ脳と心に言い聞かせると、バカにする奴が目の前に必ず現れるんだよ。本当だよ。脳ってね、牽引の法則で引きずってくれるんだよ。だ松下幸之助みたく思ってる奴は、チャンスチャンスって次々とこうやって出てきちゃうんだよ。それを普通に友人を持ってたらね、日本一になったり世界一になっちゃうんだよ。ね、だ人間ってのは誰でもそれができるんだよ。だから高校での奴は高校では最高ですって言ってていいな。誰に言うんですかって。自分に言い聞かせるの。自分の脳と心に言い聞かせるの。わかった。ね。腰が痛い、頭が痛い。ね、レントゲン撮ると何でもないのに頭痛いんです。目上の人誰か嫌ってんの。で、くだらねえことはやめるの。ね。何か間違いがあるんだよ。自分の中に。で、おかしい。おかしいんだよ。で、俺も困難にぶち当たった時、必ずおかしいって。こんだけね、世のため人のため熱弁振るってて、俺が苦しいわけがないんだよ。絶対に何か間違いがあるんだよ。俺の中に間違いがある。今まではこういう潜在意識の話とか難しいこと言わないで、こう思いな、こう思いなって肯定論だけ話してたんだよ。もうそこじゃ行き詰まっちゃったんだよ。今度種明かし教えるから、俺は中学で得だって言ってんだよ。なぜかというと、自分に言い聞かせるんだよ。3ヶ月も言ってると潜在意識っていっぱいになっちゃうんだよ。ね。強気がいいんだったら、気がないんです。弱気って言って、本当弱気になってくるんだよ。言霊つって、それ、強気つって、だんだん強気になってくるんだよ。暇に任せて3ヶ月も言ってるから、全然人間と強気になっちゃうんだよ。で弱気の人間が何かやって自信つけようとするんだよ。ね？何もできないから、ピアノやったり、英語やったり、いろんなことするんだよ。で、それで強気になりますかって言って、英語やるともっと上手い奴がいて、さらに弱気になるんだよ。弱気の奴は何やっても弱気なんだよ。じゃあ、英語が習いたかったら英語習えばいいんだよ。で、英語は上手くなるよ。だって、英語習うことによって何かで自分を強気にさせようとできないよって。できないんだよ。強気になりたかったら強気になる訓練すればいいんだよ。強気つったらいいんだよ。で、自分の人生が上手くいかなかったら、世の中が悪いとか、あいつが悪いじゃないんだよ。自分がおかしいと思えばいい。何かおかしいんだよ。わかるか？な？今、こう、ニキビ出るな？それ気になるだろ？な？それ実は潜在意識がやってる。な、何かでここら辺ブツブツ出して、神経をそっちに行かせるんだよ。な？おかしいって言えばいいんだ。ね？こんなの絶対おかしいって。な？顔というのは、人に一番接するところなんだよ。誰かに不平不満を持つんだよ。そう、プツプツが出る。膨れるから膨れが出る。ん？だけど私は今日からそんなこと思ってる。だいたい人がどうのこうなんて関係ねえんだよ。自分が幸せになりゃいいんだよな。それでな、自分の考えを直したんだからもうこういうのはおかしいんだよ。ところが脳は、ストレスからそれで逃れられると思うと、そのことがなくなってもやり続けるんだよ。だ見抜かないとダメ。すべてが心の中にある魂が俺たちの主役なの。体も心も脳も全部それに従わなきゃいけないの。指導者が間違ってんだよ。脳ってのはそういうものなんだよ。親がこうで、兄弟がこうで、身内がこう、だから自分はこうなんだじゃないんだよ。だから私は幸せになんなきゃいけないんだって自分に言い聞かせればいいんだよ。じゃなかったら損だろ。苦労した上に不幸が待ってんじゃたまんないだろ。だからそういうのはいけないの。一人さんの理論では通らないの。だけど、不幸になる人がほとんどなんだよ。それは、親がこうで、家が金がないくて、だからこうでこうでって納得させるんだよ。すると不幸がやってくるんだよ。だ家が貧乏なので、もう貧乏は親の代で十分だから私は嫌なんだって言えばいい。おかしいんだって。なんで3代も4代も貧乏してなきゃなんねんだって。おかしいって。だから病気が続くのもおかしいの。同じ息吸ってて同じようなもん食ってて、なんで俺だけ病気しなきゃなんねんだって。おかしいって。
で、いつもおかしいおかしいって言ってると、おかしいことが見えてくる。人間ってのはな、幸せになるためにあるんですよ。幸せになることを徹底的に考える。心も、ね、頭も道具、心も道具、体も道具、この全てを使って人は幸せになるの。だから病気だからって不幸なんかなっちゃダメなの。俺病気で病院に入院してたらずーっと本書いたら仕事してんだよ。たまに入院すると収入増えちゃうんだから仕事して。ともかく俺はね、参ったしないの。参ったって言った時に負けだから。病気になる。喧嘩でもなんでも参ったかって参らないって言ったやつの勝ちだから。参らないよって、俺はこのぐらいじゃ参らないよって。潜在的、この無意識っていうのがある。この無意識なんだけど、人間っていうのはみんなが知っちゃったものは過去に戻れない。だから三陸の方がどんなに破壊されようが何しようが、一旦水洗便所行っちゃったやつは絶対水洗便所作るんだよ。ウォシュレットでお尻シャーってやる癖がついちゃったらやるんだよ。どんなに破壊されとってやるんだよ。一旦車を知っちゃった人間は、どんなことしても車作るんだよ。だから一旦どんなに瓦礫になろうが何しようが、ね、絶対復興しちゃうんだよ。復興できないの思うけど、そんなことは絶対ないんだよ。何が復興するって、脳が復興しちゃうんだよ。そういうものなの。ね、だからあそこはバンバン復興する。で、10年一昔ってのは昔の話。今3年なんだよ。復興に10年かかるって言ったら3年出てきちゃうんだよ。3倍の速度なんだよ。すごい速度で治っちゃう。ただ、それをどうするかな。堤防なんか作ったから、堤防があったとこが死んだんだよ。だって逃げねえんだもん、堤防があるから。で、今度ああいうとこが、花から海岸とか10階建てとかでマンション作っちゃえばいいの。みんなでマンションに住んでて上に逃げりゃいいんだよ。で、堤防作るより安いんだもん。堤防作るよりマンション作りゃいいんだよ。20階建てぐらいのマンション作ってて、ね、うーってなったら上上がればいいんだよ。避難場所に住んでりゃいいんだよ。だから発想なんかどんなでもなるの。この前神様にこの地震から何を俺たちは学ぶべきなんですかって聞いたら、感謝だ、感謝って。そしたら本当にね、水が出るのが当たり前、食事があるのが当たり前、俺たちは本当に感謝のない生活してた。地球をほじくり返せばいろんなものが出てくるように、俺たちの脳と心、この潜在意識をほじくり返せば何でも出てくるんだよ。そういうものなんだよ。だから俺のお弟子さんじゃなくてもできるって。寺田さんなんか全然関係ないだろ、居酒屋だって関係ないだろ。なぜそんなことができるんですか。できるの。この世は全員が幸せになることもできる。そういうものなの。豊かな考えになっちゃえば豊かになっちゃう。で、豊かな考えって何ですかって言った時に、中学しか出てないからってから貧乏くさいんだよ。早く社会に出たんだからって。ものの考え方なんだよ。どっちにとるかな。ね。だ、病気してたら病気してんだって寝てられんだから、本でも読んでないんだよ。得したと思えばいい。俺ちっちゃい時から病気だった。薬が効かねえんだよ。治んねえんだよ。漢方薬もやったんだよ。治んないんだよ。だからって諦めるわけいかないから食事療法してたんだよ。そしたら丸感ができちゃったんだよ。だから別にとって、俺にとってハンデでも何でもないんだよ。神がくれたハンデのおかげで俺日本一の金持ちになっちゃった。ポーカーでも何でも配られた手に文句言ってるやつで勝てるやついないの。この手で勝つの。これで努力するようになってるの。でこの手で結構つった人間が強気なの。俺若い時ね、手相見してくれた。ね。有名な人にちょっと会ったの。そしたらね、変なじじいが来てて、その親父がね、日本一の占い師だった。ね。嘘か本当か知らないよ。で、まあ、そいつも偉いやつだったから本当なのかもわかんねえんだけど。そしたらね、手相見してくれた。見せた。あなた一生金持てないって。で、俺その時言ったの。俺はこの手で十分なんだ。で、手相ってシワだよ。どんなシワだろうが構わないの。神がこれをくれたの。
この手で幸せになる。これじゃなれないじゃん。あんただったらなれないんだよ。あんたは自分のことを言ってんだよ。この手じゃ無理ですねって、自分がこう思ってんだろって。俺はこれで十分だと思ってんだよ。わかる？大体人に不利なことを言われて信じちゃう方がおかしいんだよ。ね？で寝ないで言ってりゃいいんだよと。ね？で、こっちはあんなこと信じないの。ね？俺は俺で出世するの。俺の手相だろうが人相よりも、中にある脳とか心の方が上なんだよ。これを使えばいいんだよ。あんた島しか見えないだろって。俺の心の中は見えないだろうって、ね。そこが違うんだよ。入れたこれ。入れました。いい話じゃないか。自分で言ってて感心したよ。楽しい方へ行く。楽な方に行くと苦労が待ってんだよ。あ、楽しいんだよ。だからお姉さんはここにいる方が本当は楽しいんだよ。ね、あの家にいてずっといるよりここにいる方が楽しいんだよ。で、仕事も本来は楽しいんだよ。楽しくやった方が絶対うまくいくようにできてんだよ。そうすると、だから俺もだからいろんなことやってると、いや、頑張るんですかって言うじゃん。楽しくやる。頑張るんじゃない。頑張ると顔が晴れるって書くように、晴れ晴れとしたような顔でやるの。哲学とは思考なんだよ。哲学っていろいろ考えるんだよ。考えるときずっと考えてると思ってんだよ。そうじゃない。対話してる。この世の中ってどうやっていっちゃうんだろうな。まあ、バブルだからダメだよ。バブル弾けてダメだよ。そんなことないよ。考えるっていうのは対話なんだよ、本当は。自分の中にもう一人のやつがいるんだよ。ね。で、こいつと対話してんだよ。で、こいつはね、なるだけね、サボろうとする。なんかうまいこと言ってやらせないようにするんだよ。で、こいつをやっつけちゃえばいいんだよ。心の中に怠け者がいるんだよ。いる。で、これがね、いろんな条件でしめしめっつって何かやるんだよ。で、こいつ封じ込めちゃえばいいんだよ。そうするとあとは絶対うまくいくんだよ。だから敵なんて外にいないんだよ。俺ね、よその会社見に行ったこともない。よそを勉強したこともない。一回もないの。で、よく、良きライバルとかって関係ない。良きライバル、怠け者が自分の中にいるんだよ。こいつやっつけちゃえばいいんだよ。で、そいつとの戦いなの。で、これがレジャーなの、俺の。で、ニュース見ようが何しようが諦めさせるようなことばっかり言うの。うん、でそっちは、こうは、そうはいかねえんだ。で、これを、ちょっとずつから始めりゃいい。あのね、まあ、俺みたく納税日本一になっちゃった人がこういうこと言うと、いきなり俺みたくってことが始めるから、そんなこと絶対ねえんだよ。だから、みっちゃんが俺のところに来た時は、ノイローゼできて、ね、あの、仕事もできなかったのが、それが、アルバイトができるようになって、とか、一個一個しかいかないんだよ。で、人が富士山の山の上にこうやって手振ってたからって、富士山の上まで絶対行かないんだよ。自分がいるとこから足出すしかないんだよね。それを、まあ、おかしいってことだな。おかしいと思わないといないんだよ。で、上に上がるの大変でしょって言うと大変じゃないんだよ。上に上がるのも横に行くのも同じなんだよ。で、上に行く方が楽なんだよ。先生のところもこう野球するじゃん。な減らしてね、どんまいどんまいとか、どんまいじゃねえんだよ。勝たなきゃダメなんだよ。本当なんだよ。会社行ってね、仕事はやりがいですかとか、仕事はやりがいですかそれとも出世ですかそれやりがいですって違うんだよ。出世しないとやりがいがないようにできてんだよ。本当なんだよ。なアルバイト行ったらアルバイトの中で一番早いとかって返事してるとね、そこの長になるアルバイトの長みたいになるんだよ。サラリーマンが元気に払ってるとなるんだよ。ね、と上行ったらまたその上で行く方法って考えてないんだよ。なぜかうまくて面白いんだよ。でね、一個上に出世しようと思えばいいんだ
ね、こんなちっちゃい会社の主任になってもしょうがないとか作っちゃいけないんだよ。あの、松下幸之助は自転車屋で頑張ったんだよ。だから上に行けたんだよ。だからずーっと出世の道って繋がってんだよ。それをここでどうのこうのって言っちゃいけないんだよ。ね。お姉さんここで、ここから始めて億万長者になっちゃえばいいんだよ。なれる。みんなだってなれるんだよ。本当にね。今の一個上の努力以外しちゃいけないの。今の一個上でいいの。で、一個上の努力してると、意外と楽にいける。そうすると、その次の、その次ってやっていけばいい。一遍に二歩足出しちゃダメだよ、転ぶから。一歩しか出しちゃダメだよ。で、チャンスがないんで、手がかりがないんですってのは、それはおかしいと思ってないんだよ。おかしいと思ったら、必ず手がかりをくれるもんな。あのね、松下幸之助は、このまま勤めてたんじゃ、昔の自分のとこみたい大金持ちにはなれないと思った。で、一番最初にあれ振ったのは二股ソケットみたいに作ったら売れなかったんだよ。ね。だけどまた次のチャンスが来たんだよ。ね。世界の松下って最初はじゃあ、自転車でくっつける、あの、ライトあんじゃん。あれ作ってたんだよ。ね。で、一個上一個上って必ずチャンスって来るんだよ。ね。だけどあの人が偉かったのは、俺には億万長者の血が流れてると思ってたんだよ。その思い込みが呼んできちゃったんだよ。人はな、まず欲から始める。欲は神様がつけてくれた。子供から年寄り、サラリーマン、誰でもお金が入ってくると嬉しい。給料が上がったら嬉しい。ってことは万人等しく神がつけてくれた。みっちゃんなんかまず始めるときは金持ちになるんだ。金持ちたいんだ。わかる？男はな、いい女連れて歩きたいんだ。な、迷っちゃダメだよ。他に考えてもいい。これが、これが大きいんだよ。で、女は綺麗になる。迷っちゃダメだよ。ね。あのね、男ってのはいい女って滅多にいねえんだよ、うん。だからそのいい女連れて歩くってのは難しいんだよ。ま、本当なんだよ。ね。で、結婚した人はどうするんですか？奥さんが綺麗になればいい。今日会ったでしょ？はい。これが次会った時もっと綺麗になってたら、絶対にそれは旦那も向上して奥さんも向上して。そういうものなの。どんな立派なこと言っても奥さん見たとき綺麗じゃなかったら大した男じゃないの。女の人っていうのはいい男とくっついたときには綺麗になるようになってるの。分かったかな。だからあのともかく女はね、化粧でうまくなんとかなるんですよ。なるんだ本当に。本当だよ。だってあの梅沢富美男って普段の顔が化粧するとすごい綺麗だよ。あそこまでいけるんだよ。でね、ともかくね、女は綺麗になること考えるんだよ。家でね、奥さんが綺麗になってちょっとね、福の神がいるのと同じなので、男はね、ともかく綺麗、女房やなんかを綺麗にさせてやろうと思えばいい。で、綺麗にさすには金かかるの。ともかく若い時だけなんで、ほっといても綺麗なのは。いや、ほんとに。ほっといてもなんとかなるの、若い時だけなの。で、ほっとくと偉いことになっちゃう。だから、これなんとかしなきゃなんだよ。そうすると、一丁俺についてきた女に、ね。化粧品の一つを買ってやるかっていうのは、それで頑張んなきゃダメなの。男は女のために頑張る。これ大変なことだよ。あの、よくね、斉藤さん政治家になってくださいって、嫌だって。昔はね、総理大臣になるってこと、天下取るってことなんだよ。あの、大奥ってね、美女が3000人いたとかって言うんだよ。で、美女3000人くれるって言うのは俺なるよ、だけど。総理大臣みたくて愛人が一人いたら辞めさせられる。そんなの誰がなるんだよね。ね、今ご褒美もく
れないで。頼まれよ。で、これが神的なんだ。その通り。で、世間が言ってた道徳的なんだ。だって男は女が好きなの。女は男が好きなんじゃないの。女は自分が綺麗になりたいんだよ。生き物は違うんだよ。そういう風にできてるの。で、それを貫くとなぜかうまくいくの。ね。だから俺は頑張るぞって、何のために頑張るのって、それ立派なこと言ったらダメなの。俺はいい女手に入れたいんだとか、じゃないとダメなの。ともかくね、単純なものじゃないとすぐダメになっちゃうの。で、俺立派なこと言ったやつはずーっと知ってくる。成功したやつ見たことない。もっと単純なの。俺はついてきた女にみんな幸せにしてやりたいんだ。だから、旦那さんは奥さんのために頑張るしかない。本当なんだよ。だから彼氏もそういうことが分かってる。男捕まえてな。でな、夢は小さく努力は大きく。何のため頑張ってるんですか。女房きれいにするため。でかいこと言ってるやつ出世したやつしない。本当に そんなもんだよ。あのね、男の夢は何ですか。いい女連れて歩く、うん、女の夢は自分が綺麗になる、うん、でそれをね、励まし合え、なんていうのかな、花江さん見てこうなりたいとかな、ね、みんなそう思ってさ。で、目標は梅沢富美男ですよ。本当にあれ見るというか、男だってあんだけ負けられるから。負けられるって言うか、あそこまではいけるから。そうだね。化粧に。あれは大きいよね。大きい。まだまだ足りない。まだまだ足りない。めっちゃ面白い。うん？面白かったね。大丈夫？大丈夫？はい、追伸です。最後の方に男の人っていうのはね、綺麗な女性手に入れるために頑張るんだよとか、いう話があるし、女性は綺麗になることに頑張るんだよっていうことを言ってるんですけど、これどういうことですかっていうと、実は脳は三層構造になってるんです。一番下にトカゲの脳っていう、爬虫類脳っていうのがあって、その上には例えば猿の脳があって、人間の脳があって、こう、三層構造になってるんだけど、一番下にある爬虫類脳っていうのが本能を司ってる。例えば、美味しいものが食べたいとかね、いい女手に入れたいとか、女性だったら綺麗になりたいとかっていう本能があるんですよ。で、この本能の部分を動かさないと、実は脳は動かないんです。だから、本能が強いと、昔よくなったの。英雄は色を好み、豪傑は酒を好むっていうこと。両方ともね、うまいもんが欲しいとか、いい女が欲しいって、本能なんです。で、最近女性が事業家になったりなんかすると、本能がすごい強いから、綺麗なもんだとか、いいものだとか、やたらこう、無尽蔵に欲しがあるんですよ。で、これを敵に回して、そんなことはバカバカしいからよしなさいというよりも、そういうものなんだから、頑張ればご褒美あげるよって言った方が実は脳は動きやすいんです。で、一番下の部分が一番怠けようとするんです。要するに本能以外では動こうとしないんですよ。だから、動いたら脳が働いたらご褒美もあげるよって言わないと、脳は円滑に動かないような仕組みになってるんですよ。だからそのことを脳を、なんていうのかな、動きやすい状態で動かしてやらなければ脳は動かないよって言いたいんですよ。だから男の人だったら、会社乗って綺麗な女性乗せてね、だ頑張ればこうなるぞって脳に言い聞かして、人間脳を動かしていかないと爬虫類脳が怠けようとするんですよ。だから爬虫類の音も共にやっていかないきゃいけない。だから脳の中で不調は起こさないような持ってき方をするのが一番脳が動かしやすいよっていう、ことなんですよね。そのことで私は何回も何回も言ってるんで、ああそうかっていうのが分かればやりやすいと思うんだよね。以上です。感謝してます。自分の中の主役は神我と言われる魂です。体も心も脳もすべては魂がよりよく生きるための道具に過ぎません。
しかし現代人は道具の方に気を取られて、そちらが主役であるような生き方をしています。五感で感じるものや脳に湧き上がったこと、そしてそれらによって心に起きる反応を真実だと勘違いしているようです。体と心と脳が反応しているのは外界の刺激に対してです。自分の外側からやってくるものに惑わされているから、魂が本当に喜ぶことができていません。それどころか本来の使命である体と心と脳を使って魂を喜ばせることができることを忘れてさえいます。中でも脳を正しく使えていないのが現代人です。脳という臓器はストレスが嫌いで変化も好きではありません。だからストレスを感じることが起きたり、大きな変化が起きそうになるとそれを邪魔して止めようとします。例えば脳が大きなストレスを感じると体のどこかに痛みを出してストレスを発散します。会社や学校に行きたくないと思っているとお腹が痛くなったり熱が出るのはそのせいです。ネガティブな思考が出るとそれを紛らわせるために花粉症やら腰痛やらと体の不調を引き寄せます。痛みが出ればとりあえずは学校や会社に行かなくて済みますが、その都度痛みを作って病気を味方にしていると、やがて大きな病気になってしまいます。そうならないためには、ストレス対策が必要です。世の中のストレスが消えてなくなることはありませんから、脳に強気を送り込んで、元気で居続ける必要があります。そこで鍵となるのが潜在意識。私たちの脳は今こうして意識が伴う顕在意識と自分で意識できない潜在意識とで構成されていて、潜在意識の方が 90% 以上を占めています。この潜在意識こそが私たちの思考や行動の原点だから、この潜在意識というものを自分で操れるようになれば誰でもすごい力が発揮できます。ですが潜在意識の中には自分でも気づかないマイナス思考がたくさん溜まっていて、それが成功の邪魔をしています。潜在意識の中のネガティブなマイナス思考を特定してやっつけることができればいいのですが、それを見つけるのは簡単ではありません。潜在意識は幼少期からの体験と過去性での経験が混ざり合って構成されているため、それらを一つ一つ思い出して潰していくのはほぼ不可能なのです。ではどうすればいいのかというと、脳にやめろと言えばいいのです。体のどこかに痛みを出したり病気を作るのは脳の仕業だと知っているから、やめなさいと言い聞かせてください。効果がどれくらいで現れるかは人によって違いますから、とにかく治るまで言い続けるのです。それから仕事や恋愛など何かにつけてうまくいかないのにもこの潜在意識が関係しています。うまくいかないなら、うまくいかないのはおかしいと脳に言って聞かせてください。私たちの脳は残念ながら怠け者です。本体である自分が学歴がないから出世できないとか、容姿があんまりだから恋人はできないと思っていると、脳はそれでいいのだとそれ以上は働こうとしません。脳を働かせるには、働くしかないように自分が持っていくのです。学校に行かずに早くから働いているのだから、当然出世するはずだとか、自分くらいいい男なら素晴らしい女性を恋人にできるはずで、できないのがおかしいと脳に言ってください。一度や二度では潜在意識に届きませんから、必要に何度も繰り返しこれを唱えます。すると脳はおかしいことを何とかするために働かざるを得なくなります。脳には牽引する力がありますから、必要なことを引っ張ってきてくれるのです。自分の中の主役は魂です。脳も心も体もすべて道具に過ぎません。道具は魂が幸せでいられるように使うもの。そしてこの道具は正しく使えば、顕在意識で考える以上の素晴らしい力を発揮します。成功して幸せになりたいなら、外界に気を取られすぎないことです。手相や人相が悪いと言われても気にすることはありません。あなたの脳は手相見には見えませんが、ものすごい力を持っているのです。
周りの人やテレビの報道が何を言ってもあなたには関係ありません。脳をやる気にさせるために必要なのは、あなたがおかしいと思うことと本能を満たす餌です。立派な餌はいりません。本能的で小さな夢を持ちながら楽しんで努力してください。そうすれば必ず人生は成功します。私たちはみんな自分の中に神様を持っていて、脳という素晴らしい道具も与えられています。これをしっかり使いこなしましょう。そしてみんながそれぞれの幸せを手にしてください。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。